の段階でなんかその単語帳どうしようとかって、単語帳の批評家になってもしょうがないですから、結構よく聞かれるのが解釈なんですけど、どこの単元が出てくるかわからない出題形式別の勉強をしていかなきゃいけないわけなんですが、なるべく早く入ってほしいので、この英作文ができてるやつっていうのが合格する確率が高い。もし自由英作がある大学を選んでるんであれば、勉強する時の姿勢が違ったりする。では始まりました、ムチェチャンネルです。今回はですね、そうです、1学期英語どこまでやったらいいのっていうね、質問結構あると思いますので、そこのね、学習アドバイスみたいなものをしようかなと思いますね。まあ、いよいよこのチャンネルで僕自身がね、学習アドバイスをするっていうのがついに始まったという感じなんですが、まあ、現在2020年はね、非常に大変な状況になっていて、もう学校もやってないし、予備校も家で授業を受けるしかないっていう状況なんで、どのタイミングでこの動画を出すかちょっと悩んだんですけど、やっぱり触れておかなきゃいけないかなと思うので言っていきますね。まあ、単語、文法、解釈というか構文ですね、そして作文の観点から話そうかなと思いますね。まあ、長文に関しては最初の3つがやっぱできないといけないので、1学期の段階はね、もちろんあの余裕があったりとか、まあ、授業でやってますっていうんだったらもうガンガン長文やっていただいていいんですけど、そして結構作文ですね、遅れちゃう人がすごく多いので、最後まで結局間に合わなかったって人がぶっちゃけってほとんどなんですよ、受験生って。だって英作文なんて受験生の回答見りゃ分かりますけど、本番だってほぼほぼゴミ回答というか、何も無理っていうものになっちゃうので、間に合わないんですよ、基本的にはね。だって実際浪人生のさ、作文添削するわけじゃないですか。それで、だって高3の時に英作文ある大学受けてるわけですよ。それもでもめちゃくちゃなわけですよ。そう、だからそういう状況で受験してるんです、多くの人は。そうなんだけど、ちょこっとでもできれば差がつくので、ね、得点源にするっていうのもしやすいし、まあ、どの授業をやっててもこの英作文ができてるやつっていうのが合格する確率が高い。やっぱ英作って出るんですよ、その英語どんだけやれてたかっていうのがね。なんでそういったことも話していこうと思いますね。まず単語に関してですが、まあいっぱい来ますよね、単語帳これでいいですか、これじゃダメですかっていうね、ぶっちゃけどれでもいいです。まあ、みんながどうやっても自分がやった単語帳が正義になっちゃうから、ね、これがいいんだとかって言いたがるんですけど、でこれまあ昔細井先生との動画で出してんですけど、載ってる単語で合否が分かれるとかないですから、お互いがお互いの単語帳に載ってる単語を調べてるから、だからわあこれ載ってた、これ載ってたとかって、わーって言ってね、いろいろ言う人たちいますけど、それはそうですよ、お互い調べてますから。今自分もね、単語帳書いてるから、当然、うん、あ、この単語帳には載ってるけど、ここに載ってないのまずいなとかって増やしていくんですよ。だからシスタンだってターゲットだって鉄壁だって変わってますよね。信じてやってください。それ1学期の段階でなんかそんな単語帳どうしようとかって、単語帳の批評家になってもしょうがないですから。そもそもね、僕らはたくさんの入試問題を解いてるから、あ、この単語重要だとか重要じゃないとか分かるわけですよ。当然単語帳作ってる側も同じなわけです。それを問題たくさん解いてないあなたたちがどうこう言ったってしょうがないわけなんですよ。そのたくさんの問題の中からこれが出るっていうのを選んで、どの単語帳も作ってるはずなんで、それは大丈夫なんですよ。でどうやったって難関大学の入試だったらそれ載ってないのが出てきちゃいますから、だからその過去問やりながら、あ、これまた出た、あ、これまた出た、この単語重要なんだなっていうふうに覚えていけばいいんで、自分はこの単語帳だからとかって気にしなくていいです。特に1学期はそうで、1冊やってもいないのに、1冊ちゃんと覚えた状況にもしてないのに、他の単語帳がどうたらとかっていうのはおかしいと思ってますから、まずは、ね、自分の単語帳をやってください。続いて文法ですね。で、まあ、浪人生だったら、なるべく文法単元は夏前までに終わらせましょうって言います。その後に、どこの単元が出てくるかわからない出題形式別の勉強をしていかなきゃいけないわけなんですが、それになるべく早く入ってほしいので、夏前までにできた方がいいなというふうに思ってますね。で、夏から出題形式別に行ってほしい。現役生の場合は、まあ、間に合わないことが非常に多いので、夏の間までにって言いますね。2学期からは出題形式別の勉強してほしいから、なるべくそれまでに文法単元で、まあ、文型時制から始まって大体仮定法まで行って、仮定法が終わったら、あの名詞とか形容詞とかね、否定とか細かいとこというか、そういうとこに行くと思うんですけど、まあ、それは一通り終わらせてほしいと。それは、まあ、参考書でも予備校のテキストでもいいんですけど、なるべく終わっている状況にしてほしいと。でその出題形式別に入るためには、自分が受ける大学の出題形式知らないといけないですから、出題形式を知っておくことはいいことです。だから過去問解かなきゃダメですかと、別に解かなくてもいいですけど、どういう形式が出るのか知らないで、ただ闇雲に勉強するのは良した方がいいです。でただどんな形式だろうと、文法知識っていうのは使うから、単元全部一通り終わらせて、当然穴があるのはしょうがないですけど、基本的なところ、基礎は終わらせておいてほしいっていうのがあります。
で結構よく聞かれるのが解釈なんですけど、まあ、解釈って何のことだか分かんない人も結構いると思うんですけど、解釈でも基本的には構文、その文構造が取れるようにするものだとまあ思っといてください、ね、文構造を取って和訳するとかっていうやつですね。あれもだから一通り重要な要素、読むのに、読解するのに重要な要素とか、和訳するのに重要な要素っていうね、まあ必要なものですね。それは一通り終わっておく状態にするっていうのが理想です。これも浪人生だったらなるべく1学期の段階で全部終わってください。高校生だったら夏終わるまでには一通りのものはできるようにしておいてねっていうふうに言います。これがやっぱねできないと過去問解く時のスタートが全然違うんですよ。でこれ分かるのは、まあ河合塾だったら高2だったら 1X っていうのがあるんですよ。すごい上のレベルのクラスですね。でその 1X でもう一通り構文ってやるんですね。で高3になって高3から授業スタートする子と 1X 高2の時にやってた子で同じクラスでスタートすることがあるわけですね。難関の国立の授業とかになると、そうするとやっぱりね、もう如実に出るんですよ、力の差が。もうやっぱ和訳問題とかの差がすごい。高2の段階でもうあらかじめ習ってる子はやっぱり見抜けるんですよ、その問われているポイントがね。なんでまずはそこをねきちんとできるように、予備校のテキストで終わらせるもいいし、解釈の参考書をやってできるようにしておくっていうのもいい。もちろんね帰国子女で全然そんなんいらんです、スッと読めますっていう人もねいると思うんですけど、ただ和訳がある大学を選ぶ人はなかなか難しいです。帰国子女の和訳の回答を見てうんってなることは山ほどあります。それはやっぱり解釈とかね勉強してないからです。これ東大クラスでよく言われたりするんですよ。学校全部英語でやっててそういうのやってないんですって言って和訳見るとうんってなっちゃう。普段喋ってる時には使わないようなものも問われちゃいますからね、入試では。なんで一通り、まあ、よく問われる解釈系のものは夏までになるべく終わらせておいてほしい。でまあ英語は長文ですから、文法語法問題は出ない大学はあっても長文が出ない大学はまずないわけですから、かといって文法や構文っていうのができない状況でいきなり読解だボーンって入っても辛いことがたくさんありますから、これらは読解の前段階としてきちんとやっといてほしいわけです。もちろん同時進行でいいですからね、同時進行でも読解も時間あるんだったらやってもらって構わないけど、とにかく文法と構文をおろそかにしないでほしい。でそして英作文ですね。まあこれもいろんな人がいろんなことを言うとは思いますね。和文訳をまずきちんとできるようにして、一文をきちんと書けるようにしてから後で自由英作対策しましょうっていう人もいるし、もう最初からきちんと自由英作対策はしとかなきゃいけないって教える人もいますね。これもバラバラです。自分自身はまずまあ出題形式だと思いますよ。自分が受ける大学和文英訳出んのか自由英作出るのかって言ってやることだいぶ違いますよね、結論から言うと。まあ、かなり被るところもありますが、実質かなり別の力だからね。でもし自由英作がある大学を選んでるんであれば、勉強する時の姿勢が違ったりするわけですよ。使える表現を増やすっていうのがどちらにせよ大事なことなんで、単語を覚える時にフレーズ単位で覚えていくとか、文法を覚えていく時にフレーズ単位で覚えていくとかっていう風に言いますね。でこれは自分も多大分の授業でも言ってるし、最近は参考書にもそういう風になってますね。例文集みたいになってたりとか、文だけ最後に乗っけてくれてるとか、とこの英文を覚えましょうみたいなね、そういう参考書もあったりしますよね。河合の補助テキストとかでもね、重要例文集みたいな形でつけてくれてますよね。ああいうのを覚えてって、そう使えるようにアウトプットできるようにしましょうってですね。でそれはまあ和文英訳だろうと自由英作だろうと同じです。やらなきゃいけないし、使える表現で書かなきゃいけないから、使えない表現で書いちゃうとまず間違えちゃいますからね。でただ自由英作があるかないかによって姿勢が変わるのは、その長文読んだりとかする時でも、あこのアイデア使えそうだなとか、で結構やっぱ自由英作に登場するトピックって長文にいっぱい出てたりするわけですよ。ここの英作文のトピック、あの大学のあの学部の問題に出てたなとかっていうのはしょっちゅうあるわけで、30分ぐらい前に読んでた長文も、ああこれあの大学の自由英作のトピックになってたなとかっていうのになるわけですよ。でそのアイデアを貪欲に吸収するとかっていうのが自由英作がある人っていうのはできるわけですね。そうだから勉強する姿勢が変わるわけです。であとはそういうのが出てきた時に、あこういう意見はこうやって言えばいいんだなっていう風に貯蓄できるんですよ。いますよ、あのトフルの勉強してる人とか、そうやって英文読んでて、あこれはライティングの問題で使えるなって思ったらそこを記録してる人って結構います。で新聞とか雑誌とかでもいいし、なんか読んでたら、あこの表現使えるって言って使うっていうのがあったりするわけです。僕自身トフル受けてて、そのリーディングに出てきたやつが、あれこれライティングに使えるじゃんって思って使ったりとか、これ国連英検でもやった長文中のこの表現、あれこれライティングに使えるじゃんって思ってそのまま使ったりとかもしましたけど、そうだからその作文に使える表現っていうのを覚えることができたりとか、アイデアを覚えることができたりするんですよ。でそれは和文英訳も同じで、あれこの日本語ってこんな感じの英語で表されるんだ、へーって言ってストックしていくなんてこともできる。まあ和文英訳に関してはやっぱ参考書とか授業とかでやるのを、ね、やった方が早い、よく出るのってやっぱあるんで、そういうのをストックしていけば有利は有利なんですけど、とにかくその自分が受ける大学の出題形式に合わせて姿勢を持っとくってことかな。だからその英作文に役立つものを盗もう、取って
ていこうっていう姿勢で勉強していかないと間に合わないことが多かったりしますね。受験直前期になってやばいアイデアも全然持ってない、この質問いっぱい来る、アイデア出ないんですけどってね、アイデア出せない、使える表現ない、もう間違いだらけです。いやこれもうだから受験ギリギリの段階でそんな言ってたって間に合わないから、使える表現はもう増やしていくべきです最初から。でこの時にも文法をおろそかにしちゃダメですからね。文法ミスが多発するわけじゃないですか英作文って。それやっぱ文法をきちんと理解してないからですね。だ文法をないがしろにしちゃいけません。書く時の方が圧倒的に難しいですから、見てわかる文法ね。四択問題だったら文法間違えなくても書く時になったらバンバン間違えるわけですから、はい、という感じですね。まあ単語は信じてやってください。そして文法構文をきちんと単語を終わらせる作文っていうのは、まあ、使える表現を増やしてさらに貪欲に表現やアイデアを盗んでいくっていうね、この姿勢が大事になるわけですよ。これをやることができればだいぶ一学期のうちに読解を本格的にやる前、出題形式別の勉強に入る前にスタートダッシュが切りやすいってことになります。まあその辺のことはね、夏にまた話したりとか2学期のところでまた話したりとかしていこうと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.